で僕たちの観客っていうのはすごく素晴らしくて、数は少ないのかもしれないですけど、いつも僕たちをサポートしてくれていて、だから僕たちの観客の皆さんを喜ばせるために、仕事、トレーニングを積んでいっています。決勝おめでとうございます。